ジャッキー・チェーンって身長180ぐらいの人。ほんまなんすかそれ。ほんま。もっと小柄なイメージですかね。みんな舐めとるんよ。逆にトム・クルーズ身長165ぐらいから。え？あ、そうなんすか。そう。165、社長も160。そうですね、一緒ぐらいですね。トム・クルーズと。はい、一緒です。あ、そういう話ですね。あ、違いますね。あ、違います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あの、はい、社長、この間ツイートされてたと思うんですけど、うん、はいはい、あの長文のツイート。はい。この中にちょっと一個、ちょっと気になるのがありまして、はい、あのサービス管理責任者、および支援員に、うん、この世の中に優秀な人などいない、はいはい、という衝撃的なツイートを拝見しまして、はい、みんなの説な。いや、授業が決まったんで。あ、ちゃう。ちゃいます、ちゃいます。サービス管理責任者、支援員、優秀な人いないです。いやいやいや、あの、また、あの、編集の指定が入りました、ね。うまいこと作ってくれますからね。ありがとうございます。あの、はい、あるツイート、はい、なんかすごい、あの、長かって、結構反響も、あの、あったと思うんで。ありがとうございます。はい。ちょっとあれ深掘りしたいというか、はいはい、よりちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、そもそもあれはどういう思いでツイートしたんですか？あれは、やっぱり、あの、いい人材がいないとか、はい、サビ感不足とか、そういうのをずっと耳にするわけですよ。はい。じゃあ、いい人材ってどういう定義をされてるのかっていうことに関して、あんまり考えてない人がいないかなと思って、はい。ってことは、いい人材って出会えないですよね。優秀の定義を自分でしないわけですから、なんとなくいい人材って言ってるだけで、ああ、なるほど、うん、自分にとってどういう人材がいい人材って思ってるかってことをしっかり定義付けしないと出会えないよっていうようなことをツイートしたっていうので、はい、まあ、ちょっとこう強めにツイートはしましたけど、はい、あの人間性としてはすごくいい人、福祉なんで多いんですよ、はい、ただ優秀な人っていう定義で言うと、僕の定義では言われたことを素直にできる人が優秀だと思うんで、はい、書いてましたね、はい、であればうちにいる従業員とかスタッフ利用者さんって優秀な人ばっかりだなとは思うんですけど、はい、っていう目線で優秀な人を採用しようっていうのが僕のスタンス。ああ、はい、そういうことですね、はい、だからあの優秀な人いないとかいい人材いないって結構聞くんですけど、はい、僕はあんまり言ったことないですよね。ああ、聞いたことないですね。そうそうそう、だからそういう人を探してるっていうのがあるっていう感じです。結構その優秀な人いないって言ってる人はその定義付けができてないから、うん、一生出会うことができない。そう、それはじゃああれですね、その人に問題があるんですね。そうですね、やっぱその仕事ができるっていうところの、まあ、これも抽象度高いけど、はい、じゃあどういう人が仕事ができるのかって言ったら、うちはまあ素直な人とか誠実な人って定義がされてるからいいけど、はい、そもそも仕事ができる人って、まあ、細かく言ったらね、あの書類の作成ができるとか、はい、まあ、出勤簿とかしっかりチェックできるとか、利用者さんから信頼を得れるとかいっぱいあると思うけど、なんかそれをこう箇条書きで出していくべきやな。そうそう、なるほど、はいはい、この仕事ができる定義にあなた当てはまってますよとか、あなた当てはまったんやからこれ頑張りなさいよって言われたらその人も頑張ると思うんだけど、はい、なんかこう明確に言語化されてないことが多すぎ、あ、はいはい、うん、それでなんか悩んでるのか悩んでないか分かんない経営者であったり人事担当って、はい、ちょっとこう時間のロスが激しいんじゃないかなと思ってまして、 なので、まあ、そのツイートしたら、まあそれに対してのコメントとして、素直に言われた通りにやれるっていうのはなかなか難しいですよね、帰ってきたりとか、はい、あとは谷口さんのツイートでなんか反響があったとは思うんですけど、ちょっと覚えてないですけど、いろいろ違う定義があったと思うんですよ。だからそうやって聞いたら帰ってくるんですけど、はい、じゃあいざ優秀な人とか仕事ができる人って考えた時に出してないっていうのは結構問題かなっていう。ああ、そうですね、うん、結局その優秀な人って人それぞれちょっと考え方がみんな違うから、うん、そこをはっきりさせとかなあかんんですよね。そうですね、うん、まあ、うちのその素直な人、素直で言われたことできる人っていうのは優秀なので、はい、ってことはこっちからしっかり明確に指示していかないといけないっていうのはありますよね。あ、そうですね、うん、なので会社のルールであったりとか、まあ、そういうところをこうこっちで作っ
作り込むっていう作業結構大変なんですけど、それをして言われた通りにやってくれたらその通りの結果が出るんで、はい、じゃあ言われた通りにやれたってことは評価しますっていうことじゃないですか、うんうん、そうですね。そこが多分自発的に物事考えてくれて提案してくれる人を求めてるっていう経営者であったり人事っていうのは多いかもしれないですね。ああ、それをじゃあ仕事ができると定義づけてる人もいると、はい、おそらくそうだと思います。あ、もちろんそれできたら優秀だと思うんですけど、はい、そこを求めるとなかなかやっぱいないですよね。そうですよね。しかもサビ感とか障害福祉ってなったら自分の仕事感支援感って出してきて、でそれをやっぱ否定できないっていう場面は利用者さんを盾にするっていう場面があるから、でそれはまあそうなんやけどみたいな。あ、なるほど。なんかそこはちょっとこう本当になんていうんですかね、仕事としてあのみんなでチームで成果を上げていくっていうところはちょっと遠ざかるような、確かにすごく気になるなっていう。そうですね、うん、だから本当にこの提案してくれるとかっていう本当にこう社会一般の優秀な人っていうのは、はい、あんまりこう福祉界隈ではいないかなと思いますし、うん、そこを求めてったらちょっとこうさっきの福祉感出されて、はい、持論出されてなんか折り合わないなっていうような感じになっちゃうかなと思います、ね、そういう話はたまに聞いたりしますもんね。うん、あの言うこと聞いてくれないみたいな、はい、極論言うと、そうですね、はい、なんか結局そういう数が多いから素直な人大事っていうのはすごい僕はまあしっくりくるんですけど、うん、なんかツイートの中でですね、うん、支援の質を担保するために個性は必要ありませんっていうのがあったんですけど、はいはい、ここをもうちょっと詳しく聞いていいですか。ああ、そうですね。やっぱりあのサービス業じゃないですか、うん、はい、サービス業って例えば、ファミレスとか行ったりとかコンビニ行ったらこの人サービスの質高いなって人っているじゃないですか。あ、はい、それって個性じゃないですよね。あ、決められたルールの中でしっかり仕事してる感があるってだけじゃないですか。あ、確かに、まあ、例えばファミレスとかで普通にいらっしゃいませご注文どうしましょうってニコニコされて言われるのと個性ってなんかこうマジック出してどうみたいなそいつのポテンシャルみたいな、はいはいはい、 そうですね、いやそうじゃなくて最低限のサービスの質っていうのが担保されるっていうのはまあなんていうんですかね、まあ、普通に最低限ですから必要かなと思ってて、はいはい、そこの質で個人によって支援の質が変わるのは良くないと思ってるんですよ。うーん、そうですね。でこのサービスの質が担保された会社でこっから上に上がる売り上げ伸ばせるとか信頼度上げれるっていうのは個性だと思うんですけど、はい、ここは絶対大事かなみたいな。だからここの時点で個性出してコントいてって感じですね。言われたことまずやらなあかんやん。そうですね。でその後お客さんから信頼得る売り上げ作れるっていうのはそこは個性とか頑張りしろの部分なんでそこは評価するけど、最初から個性出したりとか多様性がどの方のって言われたらいやこっちが管理しきれんからサービス質下がっちゃうし、まあ、そこはそういう意味で書きました。ああ、なるほど、まあ、じゃあちょっと土台というか働く上で必要になってくる、うん、まあ、最低限の基盤みたいなところの話ってことですよね。そうです、そうです。ああ、なるほど。これについてなんか反響みたいなのがあったんですか。ああ、そうですね、支援っていうのは個性が必要だというところで、具体的に利用者さんのことを各々の担当者が考えて頭振り絞って出し切ったものが支援って言えるんじゃないかって意見はありましたけど、それそうは思わない。ああ、はい、人とはちょっと意見が違う。はい、そうですね。出し切ったってのはこっちがやりきったっていうとこだけで、はい、クライアントさんからしたらそう関係ないから、利用者さんからしたらこ全然知識知らんやつが出し切ったを支援って言われたら、はいはい、もっと知識あってもっとこう話しやすい人から提案されたかったってだけの話。いや確かに。だから確かにやった感はあんま関係ないなと思ってて、でもこう担当者がやった感合わせてそれを支援って呼ぶって言ったらそれはそっちの定義で、はい、でやってくれたらいいんで、はい、うちは違うっていう感じで、はいはい、まあ、それをまあ否定はしましたけど、はい、別にそのなんていうの、混じり合おうとかこの意見で正解でしょって言ってるつもりはなくて、僕の意見はこうだって言ってるだけで、でも否定されたから否定はしてますけど。なるほど、はい、あ、そこのやり取りが、ね、あったんですね。そうですね。へ、
なんか社長の中で多分そのレスポンスの中でですね、うんうん、なんか僕は結構ここはやっぱり強いなと思ったんですけど、うん、あのうちはそれでやってるんで証明できてますみたいな、はい、あのくだりがあったと思うんですけど、はい、ここはやっぱ僕結構強いなというか、うんうんうん、結果出してる実績があるっていうから言える部分じゃないですか、うんうん、はい、だからこれはあの僕はいいなと思ったんですけど、うんうん、だから社長的にはここになんか思いとかはあったんですか。そうですね、やっぱりあの思い、支援に対する思いとかって、はい、言おうと思ったら誰でも言えるわけですよ。あ、でもそれが正解かどうかっていうのはやっぱ実績によるし、はい、うちで言ったらさっきのサービスの質っていうのは、まあ、みんなで作り上げてって、うん、で誰が対応しても一緒の対応になるのはサービスの質とか支援の質だと思ってるので、はい、まあ、そういう仕組み作りをしてると、はい、でそんな中で1年まあ、1年も経ってないか、経ってないけど8人就職者出せたりとか、まあ、その辺は実績としてあるじゃないですか。そうですね、だから僕らは間違ってないじゃないかっていうことを、まあ、言わせてもらったっていうところで、はいはいはい、実績ありきじゃないと人は話聞けないから。あ、そうですね、うん、なんかこう社会福祉談義してる人もいますけど、はい、その人らはかあのいろいろ考えて喋ってても世の中変わらないから実績残してくれよって感じ。ああ、まあそうですね、うん、確かに、まあ別にいいと思うんですけど否定してるわけじゃない、はい、で僕らの主義としては実績残して語る、実績残して語るっていうのがやっぱこう順序として大事かなと思って。そうですね、はい、やっぱ現場出てる人からしたら、うん、なんかいろいろ話があっても現場変わってなかったら何も変わらないというか、うんうんうん、なんかそこはリアルに僕も感じる部分なので、はい、なんか今このまあ言ったら TwitterX ってみんなが見れる状況じゃないですか、うん、でその場であの、まあ、ちょっとレスバトルみたいなんて社長珍しいなと思ったんですけど、はい、あ、そうっすね、これは何かあったんですか。それは、はい、別にコメントだけだったら普通に返してたんですけど、はい、引用リツイートしてこのこれは間違ってるって抽象度高めで言われたから、あ、いやそれは反論しとかんと会社の実績もあるし、はい、なんかこう僕の中では消化してるんですよ、はいはいって感じだったんですけど、はい、でも、まあ、そういうことを言う場がツイッターなんで、あ、それ反論処理したって感じ。ああ、いいっすね。いや、僕はやっぱり、社長の X ファンなんで、元祖。確かに。元祖。確かに、確かに。はい、いや、まあ、これもいいなとは思いますけど。ちくわ思い出だから。嫌やなーと思って。でもまあ、返さなーと思ってやりましたけど。リアルの社長はそうやったんですよ。はい。あ、名前も、何顔も出してない人やから。なんかそれってどうかなとは思いますよね。なるほど、うんうん、じゃあ今、まあ、ちょっと話戻るんですけど、はい、その世の中には優秀なサビ官、うん、支援員も存在しないって言ってる人たちは、うん、はい、さっき言ってたので言うと定義、優秀の定義がない、はい、そこを明確化してどういう人を雇うか決めていった方がいいかな、どういう人を採用するか見ていった方がいいかなっていう感じですね。なるほど、うん、そしたらじゃあ出会えると。出会えると思います。うん、なるほど。採用の仕方ってそうやってじゃあ採用していく。うちはそうしてます。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。だいぶいい回だったじゃん。こうしてジャッキー・チェーンから始まり。怪しかったですけど。怪しかったな。怪しかったけど。グダグダ回かと思いきや。はい。しっかり喋ってます、ね。ありがとうございます。はい、あのノウハウの一つにもなると思うので、うん、はい、しっかりあのいいねとチャンネル登録絶対お願いします。はい、はい、ありがとうございます。あざした。